兵庫県淡路島に本社機能の一部を東京から移転する人材派遣大手のパソナグループは来年春に入社予定の学生たちを集めて淡路島で内定式を行いましたパソナグループの内定式には来年4月に入社予定の118人の学生が参加しましたパソナは2024年5月までに本社機能の一部を東京都心から淡路島に移し 社員およそ1200人が働く予定ですパソナは内定者が来年春に着任する可能性があることから実際に島の様子を体感してもらう狙いがあるとしています